小春香は、中華人民共和国の政治家、国務院副総理、第18期、第19期中国共産党中央政治局委員、内モンゴル自治区統一書記を経て、2012から2017年関東省一書記、中国共産主義青年団中央書記どころ、第1書記などを務めた。小春香は、1963年4月に、湖北省、ご奉県馬岸、 村の農家に生まれる。はじめを遥かと名付けられ、後に生を子に改めたともされる。1979年に、五宝県の全国普通高等学校を招き生、入学講師で全県文科主席となり、16歳で北京大学文学部に入学し、1983年には最年少の学生でありながら非常に成績優秀だったことから卒業生総代に、 選ばれて、人民大会堂での演説で、多民族国家である中国では、官民族だけでなく、少数民族の地域も近代化してこそ、中国の近代化が達成されると述べ、その後は共生団チベット自治区委員会組織部を、皮切りに2006年まで一貫して、チベットの業務に携わってきた。共生団チベット自治区委員会副書記時代の自治区書記、 96年から中央投稿に学んだ際の校長が、いずれも後に総書記になる、古近闘であり、理工系出身のテクノクラーという絵に、小遥かの古典に関する知識を高く買った古近闘の調和を受けて、小古近闘と呼ばれるようになる。2008年4月1日、新華社通信が小遥かの海北小等委員会副書記就任を報じた。その後、 皇室の孫制裁より5ヶ月年長の小春は2009年1月に河北省省庁に当選した最最年少の省庁と呼ばれた2009年11月内モンゴル自治区の党委員会初期に抜擢された GDP を重視した前任の著派の路線による急激な経済成長で貧富の格差が生じていた内モンゴルの貧困対策やモンゴル族との融和も図る 治安対策にも取り組み、その手腕を評価され、吉林省等委員会初期に抜擢された同い年の孫政裁と共に、第6世代のホープとされた。2012年11月15日、第18回党大会後の中央委員会で、49歳で中央政治局委員に選ばれた。翌12月、王洋の公認として、関東省委初期に任命された。2018年3月、 第12期全国人民代表大会で国務院副総理に選ばれた。ありがとうございます。